リシュリュー級戦艦のネームシップ、リシュリューです。官暦では数奇な運命を経て、祖国の盛衰を見届けてきました。今度こそ、大切なものを守り抜きたいと願っています。この艦隊と共に、自由と平和を求めて。自由アイリス教国、数奇教のリシュリューです。自由と信仰のために戦うなら、私があなたに勝利をもたらしましょう、指揮官。ボンジョー、指揮官。こちらが調停を行っている間、少しお茶を飲みながらくつろいでいてください。ボンジョー、指揮官。こちらが調停を済ませているうちに、少しお茶を飲んでくつろいでください。私を信じなさい。私についてきなさい。祈りなさい。探しなさい。さすれば道が開かれん。ジャンバールとは時々会っています。特に話さず、ただ二人がそれぞれの手元のことに集中していただけですが、心が通っていた気がします。嬉しいことです。熱き信仰とたゆまぬ努力。それさえあれば、いかなる困難をも乗り越えられると信じましょう。信仰の実践は、たやすいものではありません。輝かしき修行も、時には苦痛も犠牲も伴いましょう。あの丸っこい子たち、確かオフにあってアルジェリーが言っていました。指揮官、一つ質問です。このオフニャたちがあなたに懐くように、私にも懐いてもらう方法はありますでしょうか？ロイヤルですか？ええ。今度のお茶会に私のワインを持参しますので、関係の進展に期待しましょう。アイリス五教騎士団、大切な仲間たちの力を活用してください。平和のために戦うことも、彼女たちの使命の一つです。ビシアの戦士たちも、アイリスの同胞です。くれぐれもお忘れなく。ユニオンの子たち、アイリスの子たちとは結構、ジャンバールならうまく付き合える気がします。私たちの祈りに傾聴してください、指揮官。礼拝の時間ですから、少し待っていてくださいね。他はともかく、勇気だけは褒められるべきでしょう。触れ合いをするなら、別のアプローチの方がよろしいでしょう。あなたにも、天の祝福があらんこと。任務も試練の一種と言えましょう。正しい心構えで挑めば心配ありません。働く者への天からの恵みがこの報酬です。ありがたく受け入れましょう。手紙は余人からの祝福です。作戦終了。艦隊、無事母港に帰投しました。指揮官、ご苦労様です。お帰りなさい。おかげさまで皆無事です。感謝します。
進むことを拒む者は破滅の終焉をたどる。それを覚えていて。こうしてあなたと言葉を交わす私は、戦いをもたらした災禍、畏怖すべき数奇教、そして妄衆に取り憑かれた頑固者として嫌悪されています。問いましょう。あなたから見た私はどのような存在ですか？指揮官、そこにおかけなさい。飲み物は何がいいですか？案ずることはありません。私とて職務と教務以外では人並みの生活を過ごしています。人は心身のみでは生きてはいけないですし、パンと飲み物を必要とすることもありましょう。また来ましたね、指揮官。あなたへの接し方はいささか穏やかすぎたのではないかと。もちろん冗談です。気軽に話せる相手が一人増えたのは私にとってありがたいこと。あなたもそう思ってくれるよう願っています。人の距離感とは面白いものです。上官と部下、艦隊の指導者と陣営のトップ、艦船と今はまだみんなに勘違いさせたままにしておきましょうね。私とあなた、どちらが求める側であるかは重要ではありません。こうして結ばれている絆を実感できるだけでも嬉しいです。いつも付き合っていただいてありがとうございます。アイリスを導く者として、あなただけに誓いを立てることはできませんが、リシュリューはあなたを生涯守り、あなたを支える存在になることを誓いましょう。はい、神聖なるアイリスの名にかけて。委託が無事完了できたこと、すなわち艦隊運営が順調なことを表します。指揮官、よくできました。導くための力も時には必要でしょう。感謝します。自由と栄光のために、全艦戦闘配置。オザルム、マルション。戦場に漂う魂に永遠の安寧と救いがあらんこと。エーメン。これも天からの試練ですか？天の裁きを受けよ。希望はまだ。この水着、ええ、エミールが選んでくれた水着を初めて着ましたが、正直少し疎いもので。エミールのことですから、いたずらに変な水着に着替えさせられたとは思いませんが。指揮官、今の目は？心が安らぐいい景色。指揮官、いいセンスです。アイリスの教えは、何も羽を伸ばすことまでは禁じません。今日はみんなで思いっきり楽しみましょう。これも天からの恵みだと思って良いのです。少し海に行ってきます。
確かに、いつもとは少しイメージが違いますね。指揮官も一緒にどうでしょう。蒸し暑い天気には冷夏が効きますね。次はダンゲルクにもうちょっと多めに用意してもらいましょうか。ジャンバールは、やっぱり普段からもう少し一緒にいてあげた方が良さそうですね。アイリス五教騎士団、大切な仲間たちの力を活用してください。平和のために戦うことも彼女たちの使命の一つです。ユニオンの子たち、アイリスの子たちとは結構、ジャンバールならうまく付き合える気がします。これはどこに連れて行くのですか？水着姿だと無防備になる。そう安直に思わない方が身のためでしょう。あなたにも天の祝福があらんこと。任務も試練の一種と言えましょう。正しい心構えで挑めば心配ありません。働く者への天からの恵みがこの報酬です。ありがたく受け入れましょう。手紙は余人からの祝福です。私の不在があなたの負担になるのは望ましくありません。力になれることがありましたらいつでも言ってください。進むことを拒む者は破滅の終焉をたどる。それを覚えていて。こうしてあなたと言葉を交わす私は、戦いをもたらした災禍、畏怖すべき枢機卿、そして妄執に取り憑かれた頑固者として嫌悪されています。問いましょう。あなたから見た私はどのような存在ですか？指揮官、そこにおかけなさい。飲み物は何がいいですか？案ずることはありません。私とて職務と教務以外では人並みの生活を過ごしています。人は心身のみでは生きてはいけないですし、パンと飲み物を必要とすることもありましょう。また来ましたね、指揮官。あなたへの接し方はいささか穏やかすぎたのではないかと。もちろん冗談です。気軽に話せる相手が一人増えたのは私にとってありがたいこと。あなたもそう思ってくれるよう願っています。こうして海の音に耳を傾けながら浜辺を一緒に歩くこと、アグレアブル。これはなかなか得難い体験ですね。指揮官、この思い出、あなたとの思い出を大切に。アイリスを導く者として、あなただけに誓いを立てることはできませんが、リシュリューは、あなたを生涯守り、あなたを支える存在になることを誓いましょう。はい。神聖なるアイリスの名にかけて。良い見晴らしです。ちょうどここから帰還してくる委託組が見えるでしょう。導くための力も時には必要でしょう。感謝します。自由と栄光のために、全艦、戦闘配置。オザルム、マルション。戦場に漂う魂に、永遠の安寧と救いがあらんこと。エーメン。これも、
天からの試練ですか。天の裁きを受けよ。希望はまだ。天の加護がある限り恐れることはない。また共に戦えるのですね。思うがままに戦いましょう。背中は私が守ります。義神のもとに集え、同胞たちよ。アズールレーン。メルシー、これは私に。メルシーボーク。